バイクドッキング、こんにちは、みおです。おそです。よろしくお願いします。お願いします。お骨入れた使っていきましたんで、見ていきましょう。ということで、まずはマーチで使ってます。友情やばいっすわ、やっぱり。まあ、このマーチに、マインスイーパーなしで行けてしまってる時点で、まあ、こいつのスペックの高さっつうのは、もうわかると思う。そんなキャラいませんでした。だから友情はあったけど、光属性でいなかったから、ね、ついに来たなっていう感じ。光属性の共有状、多分ね、今一番やばいんじゃないかな、光属性で。多分わかるわかる、一番やばい、やばいな。はい、もう意味わかんないじゃん、これどうり無視してんじゃん、レーザージェネレーターとはみたいな感じになっちゃってるよね。まあ、ちょっとプニはね、切らないと友情はあんま通りづらいんで、まあ、プニは切っていきます、しっかり。で、初段は元素数貼られないんでね。あーもうこれスペックでご了承だよね。本当に。ちなみに今ね、まだファーストキラーもね、あるんで、ファーストキラーも積極的にね、乗せていくような動きをね、していきたいですね。ザク当たりながら。いや、もうやばいね、この削り。ダメだって、モンスト界、なんか、上位の友情を2つ持っちゃったらね、それはそうなるよ。やっぱ どっちも属性友情っつうのもさ、ポイント高いよな、超バランスで。あ、ちなみに身なんですけど、全部遊撃 L ついています。で、リピーのやつだけ超バランスじゃない。先ほどの章ねえや。はい。だから、1、3、4が超バランス、紋章、遊撃 L っていう感じですね。はい。あ、もうやばい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 。やばいやばい。もう雑魚とかいろいろいるけど、なんか、ハイクロスか、こうやって。頑張っちゃうからさ。やっぱりパワードライブもいいよな。その周りの敵にさ、勝利に役立って。で、今、ファーストキラー乗ってますからね。その、上の今、上にポンっていったやつは。ファーストキラーをしっかり乗せた友情コンボ。また一人違いますね。ないじゃんこれ。やばくないかマジで。だってさ、ほんと運分けマインスイーパーのやつ持ってきた後お骨さんでいいよ。まあこれはね、そうでやるんだったらちょっとやりすぎ感あるけどね。やりすぎ感あるけど、本当に周回これでいい感もある、うん、で今パワードライブだね、全勝利と。あらららら、ダメだってこれは。さすがに、まあ、ボス戦からちょっと気をつけなきゃいけないところはあるんですけど、はい、まあ、ボス戦じゃ大丈夫かな、とりあえず。プリだけ切って、あと友情出しとけば終わる。頭おかしい。マジこれ分かりやすいな、もう友情頭おかしいわ、本当に。まあ、でも、ぶっちゃけ、あれだよね、超って規制はね、やっぱり今のところ、ないかな。っていう感じはするね。A 感ぐらい。ね、A 感のアルセールっていう感じよな。いや、これさ、逆に接待もらうことあるのか不安になるレベルだよな。強すぎて。いや、俺はもうないと思っちゃうけどね。なんか、強すぎるんだよな。強すぎるんだよ、ほんと。そうそう。あ、で、これ、ボス2が結構死にやすい。ビットも出てきて、はい、だるいんで、ここはなんか、全員、前のステージ右下配置してあげると、楽かなっていう感じ。あとはさ、所定でね、結構ダメージ与えてあげる。ここが一番死にやすいです。ちょっとこれで回る人はどれくらいいるかって話なんだけど。マイスイーパー持ってれば問題ない、別に。適当にやっても大丈夫。いや、これね。そうだからね、まあ、接待もらいづらいかもな、みたいな。ちょっとね、やってるわ。ちょっと近畿ならあるんじゃねって話をしたよね。いや、そうだね、うん、なんかワンチャン、明日裏近畿来るんで、そこでワンチャンどうだかっていうぐらい。ちょっと気になるところではある。ちなみにもう、まあずっと前に昔からある豪絶とか超絶はね、豪絶じゃない、超絶と爆絶かはまあ終わらしてるね、大概大体いけるでしょ、ね、このスペックあるよね、大概終わらしてるから、まあ、そこはなんかあんま評価しなくていいかなという感じなんだけど、はい、まあ一応マーチとかはもう最適解クラスになぜか強かったね。アビリティ全然噛み合ってないけど、まあなんだろう、スペックがおかしいわっていうのがよくわかるんじゃないかなって思って。で SS ね、これ1段階目なんですけど、まあ、リカちゃんの攻撃追撃があってからの割合ですね。これ弱点なしで言ってるんですけど、やっぱ割合の部分がね、こういったステージでもね、役に立ってくれていいなと思った。これ1段階目なんでちょっと弱めなんですけど、まあ2段階目だったらね、21% のね、割合あるんで、はい、まあ雑にね、こうなんでも役に立ってくれるかなって感じです。で、スリープの理由は、久々に打ちました。
はい、てな感じで、いや、ガチでマーチは、マインスイーパー1体入れた後、こいつ3体とかで、なんか、めっちゃ強い気がする。おう！はい、ということで、なんか、まあ、超適正かなって思ってるところ、今のところ、栄冠のアルセーヌ、6の子、です。はい。まあ、ここでは、まあ、友情も強いし、SS が最後に、そのリカちゃんが攻撃するから防御ダウン入れた後にねダメージ入れられるからね、それも強い、まあ、だから SS やっぱね重いね、うん、たまらんわ。 SS 積極的に使いたいって人はやっぱりねもう即殺は必須、うん、でまあ難しいところでワンポイントで打つかなっていう感じだと思います。そうだね、なんだろうな、友情強いからさ大概 SS たまらないっていう適正のところ多分そうなりかねないんだよ。なりかねない、なりかねない、うん、だからこの SS をメインで使っていくんだったら多分アビリティ対応してない、さっきみたいなマーチみたいなステージさ全然アビリティ噛み合ってないけど、まあ SS だけのために連れていくってパターンでワンチャンみたいな感じだよな。うん、まあでもそうそう、うん、そうそうだな、まあ、とはいえなんか趣味が出そうな気がする。そう、身に関しては、ああそうだね、こいつに関しては速殺もいいし遊撃もいいし過激持ってもまあ強いし、強いからっていうね。ねえ、本当、まあ個人個人でね好きなようにカスタマイズしてっていう感じにはなるとは思うですけど、はい、まあこいつ明らかにスペック高いですね。ここナナミン連れてってたんですけどね、ナナミンがかわいそうになるレベル強かったわ。ちょっと格違うなっていう、ちょっと格違うなっていう感じだね。まあ、SS ね、これまあ確かに短縮系つけられないわと思った。まあでも妥当だな。まあそうね、妥当、ちゃんとあの長いなりに強い、そう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 、溜めて打つその意味がある、うん、ぐらい強いと思うよね。強い、強いこれね、友情1本今1本かな、ボケダウン入っちゃえばもうもうなプラズマでちまちま消すつつあるさ、いやもう当たるだけ強いって感じ。そう、プリンちょっと切ってラグでボケダウンさせてからもうあと友情当たるだけみたいな超簡単な作業を、これ1体分だね、またこうしっかり解けますよと。あ、今レジスト来ましたね、レジスト、今レジストで友情コンボ6も無効にしちゃうと、いやこれでレジスト持ってんのか、まあやっぱスペックは高いね。そうですね、なんか現行の近畿もいけそうだね、なんかちょくちょく、まあ下の層はもう余裕だろうね、下の層はマジでこいつで無双すると思う。やっぱダメージ受ける系ミミク持ってるのもいいよね、ダメージオールっていう。そうよね、やっぱりブロックとかが敵になってきそうな気がするけど、無理やり持ってくにしても、そうそう無理やり持ってくにしてもやっぱそもそも当たれないとか話じゃないじゃん、うん、そうやな、うん、だからそれ以外だったらなんか無理やり連れてっちゃったり、マインもそんなにまかれなかったらまあこいつ火力高いしゴリ押ししちゃうみたいな、ね、重量を置ければできちゃうから、まあブロックのステージが一番嫌だかなって感じかな。何これ SS たまらんのだけどこうなりかねない、ね、そうこうなりかねない、もう友情が強すぎて、なんか友情主軸としてやっぱ使っていくパターンが多い気がするんだよな。特に属性的にもね強くないからね、光属性は。そう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 、 やばいってこれ、難しいよな、このタイミングに引くかどうかは。そう、じゃあ引くのはどうなのって話で、そう、じゃあ引くのはどうなのって話。こうやってもう今別にこいつじゃなくてもいけるじゃん、一応やばいんだけどさ、まあそうだね、スペックはやばいんだけど今後どうかって話だけど、もうほんとそこは運営さんしたいっていう感じにはなってくる。まあでも持っといたら俺とかはなんか安心って感じ、うん、まあそうだろうな、いや強いね、まあ今後接待をもらうのでしょうか。はい、ということで今回は乙骨ユーザー使っていきましたけども、まあもうカタログスペック通りのエグさしてるね。強いのはもう絶対強いです、これは。これもうまあしばらく強いですね、うん、正直、まあ、光属性っつうのがねさらにいいんだよな、際立つよな、強さが際立つ。光でこのクラスの友情マジでいなかった、なんか簡単なやつがいなかったんだよな、うん、まあ、マルタぐらいだった、まあ、でもマルタも拡張ってわけじゃないし、これどっちもほぼ拡張拡張じゃん。パワードリブ一応拡張って扱いじゃないけど、まあほぼ拡張みたいなもんじゃん。そうやな。なんかしらいるからさ。はい。まあてな感じで。
厳しくはありますが、多分世の中的にも、はい、まあ、弾けたらこんな感じの使い方ができるよっていう感じです、はい、ちょっと将来に期待したいですね、期待したいですね、このキャラは。はい、では今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。